いやどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。これ撮れてるよね。撮れてます。というわけで毎回こう、あ、これ撮れてる撮れてないっていうのが気になりますね。はい、というわけで、あ、さて今日ヒゲマジ剃ってなくてあんまり音は聞こえません。じゃあやっていきましょう。今日普通に音出していきます。やっていきます。まずコースターなんかこう、なんか目が回りそう、赤とんぼがこう来そう。この話はどうでもいい、いきます。これなんかアジアン雑貨でなんか大人買い、小物を大人買いした時に買った一つで、まあ、大したことってねえだろうと思って買ったら、まさかの通販で買ったんで分かんなくて、ドレス買ってみようと思って冒険で買ってみたらいい音が出たということでやっています。あ、普通に今日しゃべったり喋んなかったり、まとめとして入れたりなんか入れたりすると思いますが、よろしくお願いします。マイクのむしろ裏で正当な録音法じゃない方がいい説が出てきます。今までの経験上、すく
しまい。ペタジーニおしまいです。あ、今へこいたわけじゃなくて椅子の擦れた音です。誰もへこいたと思ってねえよ。次何行こう。ごめんなさい。カット。鼻かみます。すみません。持ってきました。じゃ次キッチンスポンジ。ちょこなんか日焼けっていうか変色しちゃった去年ぐらい買ったんですけど。
次行きましょう。花紙はカットします。じゃあ次行きましょう。次はブラシスポンジ。ブラシスポンジです。まず単体で出してみようか。
作業マットっていうのかな、カッティングマットです。これタッピングしろと言わんばかりの音を出してくるんです。そしてめっちゃ臭い。加藤さん。